宮尾がショート。さあこの回先頭バッター1番のキャプテン辻井がヒットです。試合2本目、先頭バッターとして出塁しました。ノーアウト1塁東大。1勝したら慶応の優勝、慶応が連敗したら法政慶応の優勝決定戦となります。さあ初球を打ってセンター返し、センターオーバー、長打が出ました。1番のキャプテン辻井、初球を叩いてツーベースヒット。実は1回の辻井です。センター返し、セカンド懸命にグラブを出しましたが、打球はセンターに抜けていきました。キャプテン辻井、身体能力抜群のキャプテン辻井、すでに大学に入って3本のホームランも放って、1番バッターからです。2球目を捉えた。この打球はレフト、レフトフェンスの手前、レフトフライでした。シングルヒット、4番スタメンで見事にヒットを放ちました。明治大学の1回戦では森下投手から中盤同点のタイムリーツーベースを放った青山海。
173センチ、100キロの体格、一振り左中間破った。二塁ランナー、そして一塁ランナーも帰ってくる。4番青山海の打球炸裂、2点タイムリーツーベース。ずっと全試合4番スタメン。改めてこの打球振り返っています。やはり外角もそうですが、あーっとここは初球打ち、レフト線入る、ヒットで出塁。先頭バッター青山海、3回に貴重な2点タイムリーツーベースが飛び出しました。青山海4番、ストレートを打ち返しました。今日3本目のヒット、青山、右中間へ軽打。